野坂岳は、福井県鶴ヶ市にそびえる山海である。野坂山とも言う、鶴ヶ市の最高峰であり、鶴ヶ山山の一つである。山頂には一等三角点が置かれ、標高は913メートルである。野坂岳は野坂山地に属し、同山地の主峰である。福井県鶴ヶ市南西部にそびえていて、市内どこから見てもその姿を変えることがないことから、自然のランドマークになっている。 山頂付近は、隣の味方軍三方郡美浜町との境界線付近に、一致している。関西百名山、近畿百名山にも選定されている。一の竹付近の野坂武市遺跡で、旧石器時代のナイフ型石器が出土しており、太古から人が踏み入る山であったと考えられる。野坂武市の登山道を初めて開いたのは、工房大使と伝えられ。 平安時代初期に大師が山中で見つけた一寸八分の小さな土造りの仏像は、野坂学権源として数形されるようになった。越前守護の朝倉義影も深く信仰していたという。現在、麓の宋福寺には野坂大権源の御堂があり、先の土造りの仏像が安置されている。毎年7月23日には、その仏像を山頂の祠に持って上がり、 一晩祈祷する習わしである。国土地理院の地形図には、山頂に神社の記号が記載されている。また、平野清盛に、琵琶湖と鶴川をつなぐ、運河建設を命じられた。平野重盛は、現在の鶴ヶ市赤州落付近の歌が谷に今日構えたと伝えられている。 この付近から見ると、野坂氏は三角形の富士山形であり、重森は見るたびに富士かとぞ思う野坂山いつも絶やさぬ峰の白雪と呼んだ。これに由来し、野坂氏は鶴が富士とも呼ばれている。さらに、国の名称にも指定されている柴田市庭園では、その姿を借景されている。江戸時代初期の豪農柴田氏は野坂村出身であり。 野坂権限を溶拝する意図があったと言われている。四季を通じて登山できるが、陶器は季節風の影響により、山岳部では大量に雪が降る場合があり、初心者には危険が伴う恐れもある。また雲がかかるほどの標高があるので、視界不良にも注意は必要である。主な登山道は以下のように二つある。両コースをつないだ重装も可能である。最もよく利用されている。 代表的なコースである。中腹のキャンプ場を過ぎた登山口まで自動車で上がることができる。難易度としては、初心者用と言える。急勾配な道もなく、道が途切れることもないので、一般の人なら3時間もあれば登頂できる。登山口からしばらくすると、単調小屋があり、さらに植林を進むと、テレビ塔への分岐がある。直進し沢沿いを詰めると、水場のある、土地の木地蔵につく。 この後は、ら折りに上がっていくが、途中に、行者岩と呼ばれる大岩に出る脇道がある。尾根近くまで上がったところが一の竹である。その後は、鬼伝を行き、二の竹、三の竹とアップダウンを繰り返す。この辺りは舟林であり、新緑や紅葉が美しい。四番目のピークが山頂であり、ごんげを祀った祠のある山小屋がある。山頂は、非常に見通しが良く、若狭湾、 岩湖、白山も遠望できる。黒河川上流、山集落付近の送電線巡視路を利用する登山道である。このコースは利用が少なく、巡視路に至るまでの道が不明瞭であるので注意が必要である。斜面取り付き以降は、道は明瞭であり、春には徳若草、岩鏡の群落が見られる。尾根まで登ると、う林が広がっており、南北に道が分かれている。 北が、野坂武の山頂方面である。なお、南にも道が続き、三国山、赤坂山方面となるが、道跡が不明瞭な箇所もあり、距離も長く、ルートファインディングと体力が必要な上級コースとなる。野坂武の山頂付近は、チャートと言われる岩石からなり、微小な海の生物化石が見られる場合がある。元は海底に堆積した砂や泥が、 海底プレートの動きにより寄せ集められ、その後隆起したと考えられている。他にも海底火山に由来するグリーンストーン、珊瑚礁からできた石灰岩も見られる。憩いの森の登山口の標高を100から250メートル付近には赤松の自然林が見られる。土地の木地蔵までは赤松から栗や小奈良へ移行し、部分的にヤブニッケ田ダジー、赤菓子といった。 団体性殖性が見られる。500メートル以上から、ブナが散在し始め、750メートル付近の山寮にははっきりとしたブナ林が形成されている。山頂付近は、陶器の強風の影響により、樹木は矮小化しており、高木は見られない。また、春には二輪草、カタクリ、ミヤマカタガミ、イワカガミ、トクワカ草などを目にすることができる。また、 もう戦後家という食中植物が自生しており、生態系の多彩さにも目を引く。野坂武史の放送送信設備鶴が中継局の名称で、鶴ヶ市を中心にした放送エリアとなっている。VHFFM は垂直変化で、UHF は水平変化となっている。明日は山送信所からの受信アンテナは、送信設備から約200メートル上の位置に設置されている。ABC 表高値を改定する、山岳一覧資料に、国土地理院。http://www.gsi.go.jp://0091073.pdf2014 年3月26日閲覧。GNSS 測量等の点検、補正調査による2014年4月1日の国土地理院。 日本の山岳標高一覧 -1003 山における海底地。なお、急版での標高は914メートル。ありがとうございます。